発掘調査、発掘調査、発掘調査、とは、のことを言う。協議には、考古学における、埋蔵文化財の調査のうち、法律用語で、遺跡における遺構の検出状況と遺物の出土状況を、実測図や写真に記録保存するために遺構を掘り下げる、調査を指す。講義には、地表面からは確認できない遺構の所在を、確認するための私屈調査。 死屈調査、トライアルエクスカベーションスや遺構の性格の概要までを把握する確認調査を含む遺跡調査状態を言う。トレンチ、死屈構、トライアルトレンチと呼ばれる溝を通常幅1メートルから2メートルくらいの任意の幅で交差するに方向ないし平行に掘っていき、それによって遺構の広がりの確認を行う。また、10メートルの方眼、グリッドを 調査区全体に設定して、一定の間隔で短いトレンチを入れたり、2メートルの方眼を一区置きに、標度を剥がして、移行の有無を確認する場合もある。遺跡の有無を広域にわたって把握するために調査を行って、異物の表面採集を行うものを一般調査、ジェネラルサーベイ、遺跡分布調査、単に分布調査とも言う。と言い、移行や、 遺跡の有無を確認するために、位置地点をスコップで掘り下げたり、ボーリング棒、剣土杖を突き刺すことがあるが、主として地表面から確認できる範囲で遺跡の所在を確認するとが、主体の調査であって、通常は発掘調査のカテゴリーには含まれない。平城宮跡や藤原宮跡など範囲が判明し、その重要性が指摘されている遺跡は、 特別史跡や史跡などの文化財指定がなされ、学術調査がなされる。学術調査は、通常、年度をまたぐ調査計画が立てられ、計画に基づき、遺跡保存を前提にして行われる調査である。一方、建築物を建てる際や道路、鉄道などを通す、際の土地の再利用の際に破壊が予測される遺跡を、記録保存するために、地方公共団体、 財団法人の埋蔵文化財調査事業団もしくは埋蔵文化財セター地方公共団体が大学教授などに依頼して組織された発掘調査団遺跡調査会などが行う発掘調査を特に緊急発掘調査あるいは単に緊急調査と呼ぶことがある埋蔵文化財放送地でなくても工事中に偶然遺跡が発見される富士発見ことがしばしばあるが 多くは発掘調査終了後に記録として保存されるのみで遺跡は破壊される場合が多い。しかしその中でも本来の計画を変更し、歴史公園などとして保存する例もある。そういった例では、工業団地造成のための発掘調査で大規模な集落跡が見つかった佐賀県の吉野ヶ里遺跡が特に有名ある。同様に、青森市の三内丸山遺跡は野球場建設。 大阪府藤井寺市のハサミ山遺跡、梨田地点は住宅建設に伴う調査であり、いずれも保護措置、現状保存が取られた。なお、団地造成により発掘調査の行われた遺跡には、鳥取県米子市の青木遺跡や福祉遺跡、青森県八戸市の長七や近い塚、茨城県つくば市の平沢館が遺跡、岩手県一古町のご所の遺跡、 岡山県倉敷市の建築遺跡他があり、埋挙に糸まがない。これらは、史跡などに指定され、保存と活用が図られている遺跡である。一方で、2008年に古市古墳群内で新たに前方公園墳が発見されたにもかかわらず、開発業者によって破壊されてしまった例がある。分布調査や、試掘調査から得られた資料をもとにして、 調査目的に沿った調査区が設定される。かつては任意の基準点を設けて調査区を設定することがあり、そのため現在ではその所在や広がりのわからなくなってしまった遺跡があるが、今日では国家座標を用いるためそうした問題は解消した。調査区は方形のマス、方眼を用いて区分する方法が、 一般的に採用されており、これをグリッド法と呼んでいる。今日では、強度の掘り下げのため、移行確認面のすぐ上まで油圧ショベルを用いることが多くなった。その後、スコップやクワで移行確認面まで掘り下げ、除錬を用いて移行面を明らかにした上で精査する。細かい部分は、片手用の移植ベラや片手ねじり釜を用いるが、移行や異物を傷つけないため、 特に記録が必要な箇所の周囲は、竹べらや刷毛、竹串などもそれぞれのケースに応じて用いる。実測のために、クイ、ピンポール、フリーポールその他の基準となる地点を作る道具、メジャー、巻尺、バカ棒、スタッフ棒、コンベックスなどの実測具が必要で、今日ではトータルステーションと呼ばれる高派機械も多用されるようになっている。 実測図作成の媒体となる方眼紙やメモ用の、の帳、スケッチブックなどは、発掘調査用は風雨に耐えるよう工夫されている。副土などの土層中期のため、全国統一の規格としての標準土色帳がある。カメラやフィルムなど、撮影機材も必要である。異物の取り上げのためには、大小のポリ袋と湿度地点を記すための二札、その他が用いられる。また、以降、 風雨や乾燥から保護するためのブルーシート、小物を入れるための買い物かご、掘り上げた土を調査の邪魔にならない地点まで運ぶ、手押し車、一輪車やベルトコンベアなど、発掘現場では、多種多様な道具、機材が用いられる。汚れても構わない丈夫な服が必要なこと、怪我や虫刺され防止のため夏でも長袖着用なことは、考古学調査の場合と同じである。上着に、 ポケットがたくさんあると小さい化石やルーペを入れたりできて便利である。最終用具としてはハンマー、タガネが必需品である。使用するハンマーは杖の部分と柄が一体で一方が角面。他方が平場となったチゼル型と他方が尖っているピック型がある。タガネには平場のものと尖ったものがある。観察用にルーペが必要である。 取り上げた資料を袋にそのまま入れると化石同士が擦れ合うので新聞紙などで包む。地形図や磁石、の帳、撮影機材も記録保存のために必携である。2005年度から2010年度までの6年間に各都道府県や市町村が文化庁から補助金を受けて、いった遺跡発掘調査事業のうち29の事業について調査報告書が未作成であるにもかかわらず、 作成しと虚偽の報告を行ったり、発掘に携わった人員に対する人件費の水増し請求などを行っていたことが判明し、文化庁は事業を実施した自治体に対し補助金の返還を求める事態となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。